いやー、なぜかね、ちょっとデータが消えてしまったんですよね。なんで、ちょっと一からやっていきたいと思います。前回とね、同じぐらいまで持っていきましょう。多分前回ってチュートリアルが終わったぐらいよね。ていうか、この間のとことさ、あれだね、場所が違うんだね。毎回スタートするたんびに違うんだね。でも多分やることは同じで、寝袋をクラフトするとかあるんで、こういう草とか取って、やっていきたいと思います。先にもうこんなの取ってしまえばいいんだわ。次何するかも分かってるけさ、まずは草をたくさん集めるのと、小石をたくさん集めて、木材を集めて、斧とかね、ああいうのを作ってしまおう。早いとこ。オッケー、ここまでは来たんよ。で、トレーダーの家に行かんといけんのかな？トレーダーって人の名前なんかな？それとも職業なんかな？何なんだろうね。こことか入れんのかな？なんかありそうよね。あ、待って、ゾンビおるよ、ここ。危ない、危ない。入るとこだった。早いとこ、ちょっとトレーダーっていうとこ行ってみよう。1キロ。え、結構遠いんだけど。その間にゾンビとかと会わんのかな？前回は、なんか犬みたいなの出てきたけど。まあ、1キロだったらすぐ行けるんかな。ああ、こうやって走ったりしても、スタミナがなくなるんだわ、多分。急いで行かなきゃ、でも。ああ、危ない。なんか夜になるのが怖いよ。コンボを持っていこう。あと 800m、 意外といけるかも。すでに。でも体力が持たん。他に作れるものってないんかな。石槍とかもあるよ。これって、これをクラフトするのに必要な資源がありません。小石がもう一個あれば作れるん。石槍っていうのを作ってみたいな。あれも攻撃できるんですか、多分。歩く音が聞こえるけど。どこ？歩く音聞こえるよ。あ、上だ、ゾンビが来てるわ。石槍作ろう。こっち歩いてきよるじゃん。あれゾンビでしょ、絶対。やっぱりそうだ。うえあ、いいよるもん。うわ、怖え。なんか斜めじゃん。いや、強いな、こいつ。おい、おい。強いって。強いって。全然石槍ってなんか、ダメ。石槍全然ダメ。せっかくいっぱいのアイテムを使って作ったのにさ、弱えの。まあね、ゆっくり、こう歩いてくれるけ、まだどうに、え、どこ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 、あ、そこね。わかりにくいよ。完全にサラリーマンおるもん。サラリーマンおったけど、まあ、あの速度で歩いてくれるんだな。こっちは走っとけば済む話だもんね。あ、もうちょっと。もうちょっとで着くよ。ここ？この家みたいなとこかな、トレーダーさん。うわー、どっから入るんかわからんけど、とりあえず誰かおるけど。トレーダーと話す。話す。怖いよ。あー、怖い。あー、ここだ。オープン。お店？閉めとった方がいいよね。ここにトレーダーさんって人がおるんかな。あ、こっちだ。ちょっと話してみよう。びっくりした。誰かおるんかと思った。お邪魔します。あなたっすか。在庫を見せてもらえるか。あ、お金を払えば何かくれるみたいな感じ？俺お金とか持ってないよ。え？何か仕事あるか。ああ、仕事もらえるんだ。で、これをやれば、いろいろ、なんて言うんだろう。あ、これをやることによってお金がもらえるみたいなこと？
スパイの一人が貨物をハウスオールドバンガロー内に隠さなければいけなくなった。貨物を回収して俺のとこに持ってこい。はい。Do hurry. I have a protection payment coming up soon. 体が濡れています。あ、体が濡れとったらダメなんだ。乾かさんといけんのだね。なんか乾かすものとかないん、ここ。ここなんか乾かせるもんね。あ、ベッドとかある。レンタル自動販売機。え、何それ。ひとまず仕事をこなしてみましょうか。 300m いたとこに何かがあるらしい。回収して戻ってくればいいと。おお、やばい、すげえ怖い。あ、なんか暗くなったよ。日没？いや、すげえ怖いんだけど、ここ。早いとこ行って帰りたいよ。めっちゃ怖い。どこよ？あ、あそこだ。こんなとこに無造作に置いてある。え？回収しました。ポイント内にとどまる。何？ポイント内にとどまるってどういうこと？ホワイトリバー、ホワイトリバー補給器を見つける。何それ。ホワイトリバー補給器って何よ。ホワイトリバー補給器って何？このマークがあるやつかな、上に。だとしたらこの家の中っぽいけど。え？なんか今あいつジャンプしてる気がするんだけど。いや、なんかあいつ怖いわ。さっきジャンプしたんよね、多分。いや、怖いな、あいつ。ホワイトリバー補給器って何よ。この家の中にあるっぽいんだわ。来てないよね。いや、ていうか、この扉の向こうにおらん？いや、この扉の向こうにおるでしょ。わ、やばいやつおるじゃん。こっちからも来てね。いや、来よるよね、やっぱり。いや、こいつやばいって、絶対。痛い、後ろおった、後ろおった。めっちゃ走ってくるじゃん、この人。え、しかもすぐ起きる、すぐ起きる。ホワイトリバー補給器って何よ、どこにあるんよ。あ、痛い。あ、ここにもおった。やばい、死にそう。深い裂傷を負いましたって書いてある。どうしたらいいんだ。あいつらはここに上がってくるのか、上がってこないのか、どっちなんだい。感染しています。感染。え、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう。上がってくる感じはない、上がってくる感じはないよ。でもずっと多分ここにおっても意味はないと思うんだよ。どうしたらいいんだろう。
ホワイトリバー補給機ってどこにあるんだろう。これ降りたら多分やばいよな。やば、落ちちゃった。落ちちゃいましたよ、俺。わあ、血いるわ。ホワイトリバー補給機ってどこにあるん、マジで。さっきのあいつがおった家の、家っていうか部屋の中じゃない。いや、もうどうしたらいいんかわからんのんだけど。まあ非常に参った。どうしたらいいんだろう。あいつらジャンプして上がってこれるんだったらもう終わりなんだけど俺。おお、なんか壊されたっぽいよあそこ。いや、こんなん無理じゃん。どうしたらいいん俺。あ、これ、これだ。ホワイトリバー補給機。これでようやくトレーダーのとこに戻れるんだ。うわー、誰か待ってる。早く、早く、早く。あったけど。でも感染症になって、多分左下に手のマークがあるんだけど、1時間56分しか俺はもう多分命の保証がないってことよね。それまでに抗生物質かなんか飲まんといけんってことよ多分。やばい。抗生物質どっかないの？スクラップレッグアーマー。いや、ないな。もしかしたらこのアイテムを売ることによってお金がもらえて、売る？渡すことによってか。お金がもらえて、んで、抗生物質が飲めるかもしれん。せっかく稼いだお金を使ってしまうけども。もう、ちょっとこのさ、もうこいつすごい嫌だ、俺。息でもあったもん、あいつ。あの人まだ入ろうとしよるし、あそこ、ギャルかな。ギャルおるけど。しかもここ空いとるじゃん。開けられたん。よっしゃ、仕事こなしたよ。オーケー、行ってきました。え、危なかった。お前は本当に危機的状況をうまく乗り越えてくれた。補給品を回収してくれて感謝している。ほら、約束の品だ。あ、一つ選択。ショットガン用シェルか槍の達人。槍の達人にしようかな。あの、抗生物質っていうのはないですかね。抗生物質ないじゃん。これかな。あなたは深い裂傷を負いました。深い裂傷を負った。感染しています。で、抗生物質持ってない。抗生物質、俺抗生物質が欲しいんだけどさ、ないのかな。もしかしたらこのポートバイツっていうのがそうなんかもしれないんだけど、お金が足りんのよね。とりあえず包帯もらいましょうか。包帯もらいました。いや、抗生物質ないときついんだけどな。どうしたらいいかな。ないよな。ちょっと待った、激ヤバラッカってなんなんこれ。激ヤバラッカっていう商品あるけど、これ売ってくれるんかな。そういうわけじゃない。なんなんだろうな。ひとまず俺次何したらいい。こうやって仕事をこなしていけばいいんだろうけどな。抗生物質が欲しいよな。オイル、腐った肉いらないな。あ、そういえばさ、途中で手に入れたなんとかレッグウォーマーみたいなの使えるね。おー、オッケー。これで防御力が上がったってことね。化学実験ステーション。あー、抗生物質かと思ったらビタミン剤だ。ビタミン剤だ。違った。
ここは何がある？ないかな、抗生物質。あ、石斧、ありがたい。壊れとったけ。結構アイテム手に入るわ。真鍮。落ちとるもんとかさ、こういうのどんどん見ていかんとダメだな。帽子きた、カウボーイハットきた。ザコシみたい俺。かっこいい。ポンチョまで来てしまったぜ。かっこいい。これ何なんだろう。でも俺とりあえず感染治さんとやばいんだけどな。どうしよう。この辺には置けんの。うわ来た、入ってきましたけど。いや入ってきちゃダメじゃん、入ってきちゃダメじゃん。いや入ってきちゃダメじゃん。トレーダーさん、これ入ってきましたけど、入ってきましたよ。インスこれ。いやガンガン入ってくるじゃん。しかも俺だけ狙うじゃん。頭なくなった。感謝してもらいたいよね俺。トレーダーさん、抗生物質。起きるなっつーの、起きるなよねえ。ねえ、ちょっとそこに入れといて申し訳ないけど、え、どうすんのこれ。どうしたらいい。寝袋が置けんのよね。あ、ここは置けるんだ。もう一回なんか仕事する。あ、ゾンビいない。これかな、次に近いの。I need some commissions. This is dangerous work. 待った、ショベルを持っていけとか言っとったな。ちょっと待って、ショベルなんか持ってないよ。え、ショベル、ショベルなんかないよ。どっかある、ショベルって。これだ、これ作らんといけんのんだ。いや間に合うんかな俺そんなことやっとって。小石をあと4個拾わんとショベル作れんのんだけど。もう一個、もう一個、もう一個。オッケー、できた。ここにあるんだね。早く、怖いんだよ。ないじゃん。ないじゃん。どこにあるんよ。ないじゃん。あ、これも体力がなくなるんだね。スタミナ切れ。え、ないんですけど。この中を探さんといけんわけ俺。ないよ。ゾンビ来たらどうするんこれ。おい、マジマジないんだが。マジでないぞ。どこに収めた。マジかよ。これより下回るの。あ、これより下回るな。でもそんな深くは掘ってないよね多分。どこにあんだよ。なんけど、シャベルの方が先に壊れるんじゃないのこれ。おい、マジかよ。どこにあんだよ。宝物に近づいてますだって。よし、もうちょっとだ。頑張れ俺。あ、
箱のアイテムは修理が必要ですって。石拾わんといけんのんだ。石石これ何なんだろうマジで。マジマジちょっとよくわからんのだけど。敵が来そうで怖いし。ああ壊れたよ。あ、ようやくあった。いやゾンビの声するけど。やばい、出れんよ出れんよ出れんよ、どうしたらいい、出れんよ。あーやば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 。え、だって出れんもん、穴掘りすぎた。かー無理だよ、もう終わったよ。もうおかっぱに殺されるじゃん俺。おかっぱに殺されるよ、ハゲとおかっぱに殺されるギャルと。わあ、もうせっかく見つけたのになあ、もうむずい。このゲームむずいよ。どうしたらいいんだろう、今の。ちゃんと考えて穴掘らんと出れんくなるよっていうところよね。多分そうよ。寝袋上で復活、寝袋付近で復活。いや、むず。帰っては来れたけど、これさっきのとこに戻ればアイテムは手に入るんだと思うけど、俺手ぶらないよ。いやー、どうしたらいいんだろう。Well, that didn't take long. あ、抗生物質。え、さっきのあれでいいんだ。でももう一回死んだき抗生物質いらんのんだけどね。ああ、じゃあさっきのはさっきのでいいんだ。でも食料とかめっちゃあったな、あそこ。ああ、むずい。そっか、死ぬたんびに今まで築き上げたものがちょっとゼロになるんだ。さっきのとこ戻ればいいんだろうけど、あのゾンビの量じゃな。